米男子ゴルフツアー PGA ファーマーズインシュランスオープンは25日、日本時間26日、米カリフォルニア州のトリーパインズ GC サウス C、7765ヤード、ノース C、7258ヤード、いずれもパー72で第2日が行われ、松山英樹、レクサス、が8番パー3で PGA ツアー自身初となるホールインワンを達成。控えめに歓喜する映像を PGA ツアーが公開すると、米ファンからは、英樹が大好きだ。品がある、と称賛されている。動画、思った通りのリアクション、笑、松山英樹が米ツアー自身初のホールインワンを達成した実際の瞬間165ヤードの8番パー3。松山がティーショットを放つと、ボールは弧を描いてピンへ一直線へ向かった。グリーンで1、2、3と跳ねると吸い込まれるようにカップへポトリ。お、とギャラリーは熱狂に包まれた。打球の行方を見守った松山は、ホールインワンを確認するとキャディーの早藤翔太さんとハイタッチ。共にラウンドした選手たちから祝福を受けると、控えめな笑顔を浮かべていた。PGA はツアー初のホールインワンを記録。などと記して公式 X、旧 Twitter と Instagram で実際の映像を公開。記念すべき一打に米ファンからは、スーパーだ。英樹が大好きだ。品がある。やったね。レッツゴー。なんて英樹らしいリアクションだ。彼のアイアンのうまさを考えると初めてなことに驚いた。我々みんなが思った通りのリアクションだ。わら、と反響が寄せられていた。松山はこの日、4番と7番でボギーを叩くも、6番と9番でバーディーダッシュ。8番のエースもアリスコアを通算8アンダーまで伸ばしている。日本時間午前6時50分時点で12番をラウンド中。首位で並ぶトーマス・デトリー、ベルギー、とニコライ・ホイガード、デンマーク、鬼打差で追っている。